アレクサンドル一世によって開かれたポルボー議会。ポルボー議会は1809年にフィンランド対抗国を建国するために招集されたスウェーデンの身分制議会の力を継承した立法議会。議会は1809年の2月から7月の間に開催された。フィンランド語においては19世紀半ばに議会にあたるバルティアバイベットという単語が導入され、 ポーベン・バルティア・パイベットとも呼ぶようになったが、歴史的には、ポルボー議会を呼ぶ故障としては、正しくない。スウェーデン語における、フィンランド議会のための故障は19世紀まで、ランド・トダグであり1919 19年に、リックスタグに変更された。フィンランドの暫定総督、ゲオルク・マグヌス・スプレング・ポルテン第二次、ロシア・スウェーデン戦争中の1808年秋に、 フィンランド議会の使節団がサンクトペテルブルクでロシア皇帝アレクサンドル一世に忠誠を誓った後ロシアに任命されたフィンランドの暫定総督ゲオルク・マグヌス・スプレングポルテンはフィンランドの統治計画を立て同年12月1日にアレクサンドル一世に承認されたアレクサンドル一世が、議会開会の意向を示すとスプレングポルテンは議会の準備を命じられた 1809年2月1日、フィンランド当局は、ポルボーでの議会への招待状が届けられた。議会の開会地選びには、第二次ロシアスウェーデン戦争が影響していた。主要都市のトゥルクとハメンリンナは、ロシアとの国境から遠く、ヘルシンキは、前年に退化があったばかりであり、ロビー様で探しても議場に適する場所がなかった。そのため、開会地は、 ポルボーが選ばれ、開会式はポルボー大聖堂で、実際の会議はポルボー・オン・キムナー・シンという学校で行われることとなった。聖職者の会議はドー・キムナー・シンで、貴族とブルジョアの会議は視聴者で、平民の会議はアンデルス・ファビアン・オルダエウスの。こうして1809年の5月25日から7月19日の間、4階級の身分制会議がポルボーに召集された。 ポルボーでの主要な催しは就任先生と5月29日のポルボー大聖堂での身分制会議の先生であった。それぞれの階級制会議は中世の誓いを宣誓し、皇帝を真の権威としてのフィンランド大公として許可。ポルボー議会当時の王座、フィンランド国立博物館所蔵、アレクサンドル一世は法によって自身がフィンランドを統治すると約束した。これは、 本質的に皇帝がフィンランドの憲法として1772年のスウェーデンの政府法文書を認可したことを意味しており、また既存の法と国家の尊重を意味すると解釈されている。第二次ズイ戦争が終結してフィンランドがスウェーデンから切り離されることを結論付けた後に再び必要とされ会議が召集された。同年9月17日、この戦争は フレデリクス・ハムンの和訳によって集結し、ポルボー議会は解散した。フィンランド語によるアレクサンドル一世の就任宣言閉会にあたって、アレクサンドル一世は、後期で尊い人々は、現在の国家の状況を決定した真意を祝福しなければならない。今から国と国との間に昇格され、国は法によって守られ、その古い政府は平和によって返された。 友好関係を発展させるためだけに思い出されるであろう。と述べた。50年後の1863年6月、ロシア皇帝アレクサンドル2世により、フィンランドの階級会議が再び召集された。ポルボー議会に参加した諸階級は下記の通りである。フィンランド貴族205屋のうち130屋が議会で代表されず、代表のうち60名が開会式に出席。 ブルジョアの代表は主に商人で構成された。19世紀後期にフィンランドの国家主義が勃興すると、国粋派は、議会は限外にフィンランドとロシアの間に国家間の条約を締結したのだと主張するようになった。ヘルシンキ大学名誉教授のオスモ、ユッシラによると、アレクサンドル一世がフィンランドとロシアは国家間の状態に引き上げられたと言ったことは真実で、あるが、 対等関係での条約の主張は単に独立戦略の政治的事実への言い訳であり嘘であるとしている。また、台湾の国際関係学者、調和中は、ロシア地下のフィンランドの生態は1809年のポルボー議会で制定されたものであり、国として政権を有するとした。ありがとうございます。